こんにちは新しい友達、4人組歌謡グループ順列のメインボーカル、白川裕次郎43が、左肩の腱板を断裂し、24日に、都内の病院で手術を受けることが、23日、分かった。関係者によると、白川は左肩に慢性的な痛みを感じていたが、今月上旬に左腕が上がらなくなった。病院で診察を受けたところ、上腕骨と肩関節を結ぶ腱が切れていることが分かった。 肩の腱板損傷は、幹部を固定しての保存療法という選択肢もあるが、手術による根治を選択。内視鏡で切れた腱を繋ぎ合わせる術式が取られるという。所属事務所は、スポニチ本市の取材に、白川の手術と入院を認め、ファンの皆様に心配をおかけし、大変申し訳ありません。入院は一週間未満となる見込みと説明した。来月1日の NHK 歌コン。 火曜後7 5 7生放送が復帰初仕事になる予定だという。順列は16日に3年連続となる大晦日の第71回 NHK 紅白歌合戦出場を決めたばかり。医療関係者によると、肩の腱板損傷の手術後は一般的には3から6週間程度、三角筋や肩関節装具を使い、幹部を固定しながらリハビリを行う。本番まで5週間ほど。 影響を心配する声も上がりそうだが、紅白に向け、不安を取り除くため、手術を選んだ面もあると思う。医師の指示に従って、無理しなければ、問題ないのではと、同関係者、純烈らしい明るいステージが見られることが心から待たれる。白川裕次郎、白川裕次郎、1976年、正午11、12月、11日生まれ、神奈川県、出身の43歳、元力士で、95年に初土俵を踏むが、 怪我のため翌96年に引退俳優に転身する。2年放送開始のテレビ朝日「おし風戦隊ハリケンジャー」のカブトライジャー役でデ,でデビュー。7年結成メンバーとして順列入り。1ル8 5の長身と端正なマスクで人気が高い。肩腱板損傷肩周辺の肩甲骨筋。 状極上筋、棘下、極下筋、小円筋の4つの筋肉の腱が集合して、板状になっている部位が、部分的または完全に断裂する症状。40代以上に多く発症年齢のピークは、60代。原因は加齢と、外傷が大半で、等級のしすぎなど、過度な負担でも生じる。4つの腱がすべて切れることは、ごくまれで、肩に力が入りにくくなるだけで、痛みを覚えないケースも多いと。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。